コスミは、囲碁用語の一つで、すでにある自分の石から斜め隣に打つ手のこと。動詞では、コスムという。漢字では、コスミと表記されるが、近年ではほとんど用いられない。下の黒一に打つ手がコスミである。A や B の点に、黒いや白石がある場合には、コスミとは言わない。コスミは、白が A に打ってくれば B、B に打ってくれば、 A と告げば切断されることがない。このため足は、遅いが確実に連絡しており、中央への堅実な進出手段となる。また、死活や寄せの手段としても品質する。黒1は、幕末期の大騎士、本因坊修作が多用したため、修作のコスミと呼ばれる。後に、A の掛け、B、C、D 方面からのハサミ、左辺への開きなどを睨む。 コミ語の一般化に伴い、黒板におけるこの手は、攻めの効率が悪い監視とみなされるようになり、長らくプロからは敬遠されてきた。しかし近年、急速に力をつけた、囲碁 AI がこの手を最善手として選択する対局例が数多く見られた、ことからこの手に対する再評価が進み、現在では、以前よりも打たれる機会が多くなってきている。 死活においてもコスミはしばしば手筋となる。上の図では黒1のコスミで、隅の白の目を取ることができる。黒1のコスミが手筋で、白が A に遮れば、B に切って、攻め合いがち。よって、白が B と継ぐよりなく、A に打って、黒が生還できる。寄せに入ってからはしばしば2000円のコスミが大きな手となる。黒から1にコスムか。 白から先にコスむかは大きな差で寄せに入って真っ先に打たれることも多い。さらに黒3から5の羽根継ぎが先手で効く場合は非常に大きな寄せとなる。黒1のようにコスミと付けを兼ねるような手をコスミ付けと称する。黒1のようにコスんで相手の石の間から顔を出すような手をコスミ出しと称することがある。図のように 1> 黒1から3と3本こすんだ形。隅へ白から侵入は難しく、黒は手堅く15目ほどの地を確保できる。しかし平成になり、一偶に3手もかけるのは、効率が悪いという考え方の騎士が増え、打たれることは少なくなっている。影山と白を、コスミの先鋒を、ありがとうございます。